皆さんこんにちは、樋口からもの紀行です。今回はですね、ちょっと一番最初に本来はやんなきゃいけなかったかもしれないんですけど、草刈り初心者のためのまずは格好から入りましょうという企画でですね、どういう格好をして草刈り作業をすればいいのかっていう商品をご紹介したいと思います。やっぱり安全のためにですね、本当はいろいろ先にご紹介しなきゃいけなかったんでしょうけど、ついつい他のことをご紹介ばっかりしていました。なので、こういう格好でやった方が安心安全ですよっていうことでご紹介したいと思います。まずはじめにですね、草刈り機、まともなメーカーであれば購入すれば必ずこういったメガネついてきます。なぜメガネが必要かというと、やっぱり飛び石とかですね、そういったのが飛んできて目に入って失明してしまう、まあ、失明まではいかなくてもですね、傷をつけてしまう、角膜に傷をつけてしまうとか、そういった事故実は結構多く出ております。なので、メガネは、草刈りする際ですね、必須道具だと思って、邪魔かもしれませんけど、ぜひつけてください。まあ、ぜひというより必ずですね、つけて作業してするようにしてください。最近はですね、その透明じゃなくてこういったオレンジだったり、サングラスタイプのものだったり、様々いろんなもの発売されておりますので、ぜひメガネ、合わせてご利用ください。でプラスアルファですね、メガネの上にさらにこういったフェイスシールドで作業されることがおすすめいたします。あのナイロンコードなんかやる方は特にですね、すごい飛び散りますので、こういったものでさらに二重に目を保護していただくというのはおすすめになります。そして、エンジン工具、85dB以上あるものはですね、耳栓しなきゃいけないという労働安全基準法であるんですけど、一般の草刈りする方はあまりほとんどそれをやってないです。なので年配の方、農家の方、耳が遠くなってしまう方が多いのがですね、やっぱり耳栓、イヤマフをしないで長時間草刈りをするということで、耳が遠くなってしまっている方大勢いらっしゃるので、なのでぜひですね、これから草刈り始めるよっていう方、もう耳栓必須で身につけること、耳栓とメガネですね、されていくのがよろしいかと思います。騒音性難聴になってしまいますと、今の現代の医学では治ることないんですね。なのでぜひですね、耳栓も合わせて、使っていただければと思います。でそのような方々のおすすめの商品がこういうイヤマフ付きのフェイスシールドというのも発売になっております。でちょっと高価なものになりますと、ここでちゃんと絞りもできるフェイスシールド出ております。1万円ちょっとしますけどね、ヘルメット機能はないタイプです。これであれば、まあ、耳も面も保護されるというので、おすすめです。まあ、なので逆に林業やってる方なんかはもうヘルメットで代用してもよろしいかと思います。最近はですね、ヘルメットにつける用の、空調服のファンみたいなやつで、頭を涼しくできるようにするというのも発売になっているので、そういったのも取り付けられるのがヘルメットなのでね、そういったのもいいかもしれませんね。あとですね、草刈りの労働安全衛生法とかそういう教則本にはですね、草刈りする方用に、スネアっても必須という形で、書いてあります。こういったスネ当てですね、まあ、キャッチャーの、レガースプロテクターみたいな感じのものもあります。なんでこういったものを推奨されているかというとですね、チップスを使う方にはそんなに、ないんですけど、こういう研ぐタイプのささかり刃、こういうタイプで研いでる刃を使っている人の刃の中にはですね、どうしてもこの刃のところ一生懸命研いでいくので、そこのところが衝撃を受けるとこの縦にですね、ひびが入ってしまうことがあるんですね。でなので事故事例なんかを見るとですね、こういった
研ぐ派でですね、あの石に当たったり、まあ大きい石ですねに当たったりして歯が割れてしまって、それが足に飛んでくるっていう事故があるんですね。で、それで足に当たるときにちょっとでも保護するために、そういった保護具、足の面にしとくのがいいというふうにされております。なので研ぐ歯を使う方はですね、やっぱりそのひびが入ったらすぐ使うのをやめるとか、そういうふうにしていただければと思います。どうしても木を切るのでたりするときにですね、強く押し付けたりして金属疲労も起こしやすいのがこのささかり歯になります。で、研ぐ関係性上どうしてもですね、チップ層なんかと違ってここが薄くなっていくので、金属疲労なんかでひびが入りやすくもなったりするのも逆に特徴としてありますので、なので使用してて音が明らかに変わったなと思ったらすぐ使用をやめるようにしてください。そういった怪我のリスクになります。なのでこういったのを含めますと、ナイロンコードだと実はそういった怪我がない、飛び石が多いだけなので、ちゃんと保護してあげれば、こういった金属板が割れてしまって足を傷つけてしまうというのがないので、ナイロンコードの方がいいよということで、欧米では、そういったナイロンコードが主流になっている現状ですね。で、人がそばにいなければ金属板で草刈りしていいよというふうになっているのが欧米のルールになっておりました。最近ではですね、日本でもそう、ナイロンコードの方が往復刈りで進むのが早いということで、かなりナイロンコードの、需要が増えております。まあ、ただ飛び石が多いので、こういった顔面保護非常に重要になるので、ぜひ、どっちがいいかなというのを吟味してですね、お使いいただければと思います。あとですね、これ意外といいんじゃないかなと思うのが、最近ですね、こういった草刈り機用の草刈り作業用のエプロン、さまざま各社から出ております。これは匠という大工さんにはおなじみの壺糸だったり、水糸ですね、水糸とかそういったのを出しているところから出しているこのナイロンコードも出してますね、ここから出てるエプロンですね。これサムライレジェンドから出てるエプロンですね。こちら2500円税別しております。あとアイウッドからも、ね、似たような感じのこういう草刈り作業に用のエプロンが出ております。まあ、これらの特徴はやっぱり特にナイロンコードやる方はすごいいっぱい飛び散ります。自分にいっぱい飛んできます。それらをですね、服とかそういうのに汁がつかないようにするためにも、エプロンつけといて、乾いたら掘れば結構簡単に落ちたりするので、濡れてる状態だとちょっと落ちにくいんですけどね。まあ、そういった刈り払い用のエプロン出ております。こういったのもですね、合わせてご使用していただければ、草刈り作業、汚れることなく、まあ、中の服ですね、作業することができると思いますので、ぜひおすすめの商品となっておりました。あとですね、こういった防振グローブ、まあ、素手で草刈り機を持つことはやめてください。振動が大きくなるので、こういった防振グローブもおすすめです。まあ、中にスポンジ入っておりますので、振動をですね吸収してくれるので、白老病とかそういったのになりづらくなります。実は、チェーンソーよりですね、刈り払い機の方が防振の技術っていうのは進んでなくてですね、チェーンソーは防振スプリングになることで、そういう白老病になることは非常に減ったんですけど、刈り払い機なんかはですね、チップ層のチップが飛んだりするだけでもですね、振動が大きくなります。で、それを強く握ろうとすることで手がしびれる、病気というか災害ですね、実は多く増えてきておりました。で、ただのグローブ、軍手とかでやるよりもですね、そういった防振機能のついたもの今増えてきておりますので、そういったので作業されるのがおすすめとなります。これ、背抜きタイプなので、洗濯もして使えます。人工皮革なのでね、なのでこういったのも発売になってましたので、おすすめの一つとなっております。あとそれ以外にもですね、山で作業される方、革手袋じゃなきゃダメだ、ブヨの針が、皮膚に届かないように革手袋じゃなきゃダメだっていう現場で作業されている方もとか、そういう会社の規定とかそういうのがあるところも実はあるそうなのでね、それに合わせたものでご使用されるのがいいかと思います。革手袋で防振機能付きっていうのはあまり見たことがないですけどね、
暑いですけど、まあ、そういう風な指示が出てる業者さんもあるようなので、まあ、そういうのに合わせてですね、手袋をしてみていただければと思います。すいません、現物がないので、ちょっとカタログでご紹介です。チェーンソーパンツ以外にですね、スチールから仮払い用のズボンとして出ております。FS プロテクトとか FS3 プロテクトですね。こちら、衝撃防止ということで、前面にですね、前の面に、クッション性のある、なんていうんですかね、綿というか、そういう防護繊維が入っております。で、さらに、すねの部分なんかにですね、このレッグプロテクターと言われる、衝撃防止するパッドを入れると、さらに、すね前面の方をですね、保護することが可能になります。それ以外にも膝の部分にですね、このニープロテクターを入れると、膝のサポーター代わりにもなります。まあ、こういう防護具を入れることができるズボンですね、出ております。感じとしてはチェーンソーパンツに似てるんですよね。チェーンソーパンツに似てるんですけど、チェーンソーの切断防止ではないというところが特徴なんでしょうかね。まあ、こういったズボン、発売になっております。なので、草刈り作業される方なんかぜひですね、こういったのも履いてみていただければと思います。今回ちょっと簡単でしたけど、草刈り初心者の方の格好から入るということでですね、草刈り機以外での、周りの服装の方の商品の方のご紹介させていただきました。今回の動画良かったなと思いましたら高評価をお願いいたします。チャンネル登録まだな方、チャンネル登録のほどお願いいたします。今回紹介した商品の方ですね、通販できるもの、販売コーナーをですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それではまた。